仙南市は大阪府の仙南地域に位置するし、人口は約6万人。沖合の関西国際空港の一部も地域とし、空港に関する産業活性化が図られている。キャッチフレーズは、豊かな環境、支え合い、人を大切にする仙南市、みんなで夢を紡ぐ生活創造とし、仙南市中心部周辺の空中写真。 1985年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域はひねぐに含まれ古代の王号にあたる。西設部の男里にある男神社の境外拙者浜具は日本神話の神武統制においてつ世の命がおたけびをしたおすすい門の否定値の一つである。 江戸時代には、岸和田藩領、道を預かり地、京都市五色役地、淀藩領、車両が入り組む機内型であった。車両は1868年から大阪府、他は1871年7月の廃藩地県により、岸和田県などとなり、11月から堺県、そして1881年から大阪府の行政下となった。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.05%減の62,438人であり増減率は不可43市町村中27位72行政区域中50位仙南市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている突起なき場合日本の歴代市長 私生志向100年の歩みなどによる。1994年の関西国際空港の開港以降、仙南市は活気あふれる産業の街になりつつある。空港の仙南市域部分は国際航空貨物エリア、機内移植エリア等にあたるが、全域が保安区域のため一般人は入ることはできない。航空貨物関連以上貨物グランドハンドリング以上。 専用ウーアヤを持つフォワーダー等その他、第1、第2、第3の各国際代理店ビル内に、たくさんの航空貨物関連企業がある。機内食関連給油、環境関連集配郵便局、無集配郵便局、簡易郵便局を食スカイシティ、千難店図書館や、文化施設など、防災健康、福祉施設その他施設 JTB 時刻表には、当駅が、 中心駅として、記載特徴として、市内のほとんどの路線が、イオンモールリンクー船南に乗り入れている。高速道路一般国道大阪府道博物館、史跡寺院公園その他毎年10月の第一土曜に、市役所の前でパレードが実施されている。本祭は、第二土曜、日曜日に行われ、船南市内では、各地区にて、一斉に、倉を栄光し祭礼を盛り上げる。 仙南市には、新たち、地区、樽井地区、西新たち、地区、有新たち、地区、成滝地区の5地区あり、合計20台の矢倉を栄光している。仙南市内の矢倉は、欅作りで、大型のものから檜作りで、小型のものまで、大きさは様々で、その作りによって、矢倉の引き方も地区によって様々である。ありがとうございます。